はめやさんこんにちは、エクスです。今回ですね、アフィリエイトで月間30万円以上稼ぐ方法を伝えようと思います。前回こちらの動画でちらっと紹介したんですが、今回アフィリエイトについて詳しく紹介していきたいと思います。皆さん、アフィリエイトについて知ってますか？アフィリエイトってなんか怪しい、騒ぎなんじゃないの？とよく言われます。 確かにYouTubeを見るときに、最初ポンって出てくる広告は、その中の人がアフィリエイトで毎月1000万円以上稼げるとか、1日5万円以上稼ぐことは余裕とかを話していますね。こんなの聞いたら本当かよと思いますよね。まあ、その話だいぶ持ってると思います。理論上は毎月1000万円以上稼ぐことができるんですか？決して簡単ではないです。むしろほんの一部の人しかできないです。また、アフィリエイトにやってみたんですが、全然稼げない問い声もあります。 実はアフィリエイトは皆さん思っているより難しくないです。方法さえ分かれば基本誰でも簡単に稼げます。今回の動画ではアフィリエイトについて詳しく解説していきます。動画後半の部分は本当にアフィリエイトで稼げる方法を紹介します。興味がある方は絶対見逃さないように。 OK, let's go. オーディオジャングル。初めて僕のチャンネルを見る方に軽く僕のチャンネルを紹介します。僕のチャンネルは現在インターネット上に最新のお金稼ぐ方法を紹介しております。毎週良質な情報を皆さんと共有しようと思っているので見逃さないようにチャンネル登録お願いします。また動画の内容いいねと思ったらグッドボタンをお願いします。OK, 本題にありましょう。まずそもそもアフィリエイトって何なの？アフィリエイトは成果報酬化の広告のことです。文字の通りに成果が出たら広告費用を払いますよ。例えばスーパー電車地下鉄の通路など載せている従来の広告は 買い切り持ってるです。いくら払ってその場所を買って自分の商品を宣伝する形になります。だけど宣伝する商品が売れなかったら赤字になるんですよね。そうすると従来の買い切り持ってると比べてアフィリエイトは売り手にとってめっちゃいいです。商品が売れたら広告費用払います。売れなかったら広告費はないです。お金を決して無駄にならないですよね。特に今のご時世でいかに守備を抑えるか大事ですよね。なのでアフィリエイト今めちゃくちゃ流行ってます。僕は知ってる方の中に例えばマナブさんとか 結構アフィリエイトで稼いでます。気になる方は調べてみてください。ではアフィリエイトでどうやって始めるの？まずアフィリエイトを始めるためにメディアを持つ必要があります。例えばブログ YouTube インスタツイッターなど皆さんもすでに持っています。 LINE もできます。そこにアフィリエイトの広告を載せて誰が買ってくれると何パーセントの報酬をもらえる形になります。だけど自分のアカウントのフォロワー数が少なかったら買ってくれる人が少ないですよね。そもそもフォロワー数が何百人何十人しかいないアカウントは買ってくれる人がいないかもしれないです。 大丈夫です。僕は前回こちらの動画でインスタYouTubeのやり方を紹介しました。フォロワー数の増やし方はそちらを参考してみてください。ではメディア持ってからどうするのか、そこから ASP というところで審査を受けます。ASP は通称アプリケーションサービスプロパイエタリです。簡単に言うといろんな商品のアフィリエイトが集まっているところです。代表的なところはこういうものがあります。審査が受かったらそこから商品のリンクをもらって自分のメディアに貼ります。そんな中に楽天が審査がいらないので初心者の方は最初に楽天をおすすめです。 そしてLINE でもアフィリエイトのリンクを送れます。例えば友達や家族にアフィリエイト商品のリンクをくれば、ちょっとしたコツが稼げると思います。ただし、やりすぎ注意です。あいついつもアフィリエイトの投稿を送ってくるなと思われるかもしれないです。 OK, 前半ざっとアフィリエイトがどういうものかを解説しました。これからアフィリエイトが実際にどのように稼ぐか説明していきたいと思います。 Let's go! 今回例で示すのがこちらのチャンネルです。こちらのチャンネルは以前の動画も紹介しました。気になる方はそちらを見てください。適当に一つ動画をクリックしてみます。 こちらの動画の再生数が 約1500万があります。気づいた方がわかると思いますが、これらの動画の下に必ず何かしらのリンクを貼ってあります。例えば他の動画だったりインスタのアカウントだったりいろいろあります。 そしてこの動画が約1500万再生数があって1再生数イコール1人見たことだと考えれれば、約1500万人がこの動画を見たと考えていいでしょう。それは何を意味するのか。例えば 視聴者の中に1%の人がこの動画の下のリンクをクリックしたとすれば、それで15万人の人がいますよね。そこで私たちはアフィリエイトの広告を載せて15万人の中にさらに1%の人がその商品を買ったとします。もし一つの商品を売れて私たちが1000円もらえることだとすれば、それで収益が150万あります。これはすごくないですか？やっぱり今の YouTube は無限の可能性がありますよね。実は前回の動画でも今人気のYouTuberやInstagramなど単に広告収益を稼いでるだけじゃなくて、こういうアフィリエイトで結構お金を稼いでます。これはただ一つの動画だけでこんなに稼げます。もし他の動画も入れれば結構大きな収益になるんですよね。なので
冒頭でも話したように次1000万以上稼げることが理論上可能です。またそれだけじゃないです。視聴者が説明欄のアフィリエイトをクリックしなくても他のリンクをクリックする可能性もあります。もしそれは YouTube 以外のコンテンツであればそこにアフィリエイトのリンクを貼れば商品を買ってくれる可能性がありますよね。しかしそんなに甘くないですよね。この方は登録者600万人以上がいたのでこんなに稼げるようになっています。それはもうすでに潜在的な客がたくさん集まってるからです。そしてアフィリエイトは税関報酬型広告なので商品を売れたら広告費がありますから逆だったらないですよね。最初の段階にコンテンツのフォロー数がまた少ない時にいかに多くの客を取るのかが課題になると思います。そしてもう一つの課題は客を獲得できたらいかに売れる商品を選ぶか課題になると思います。これから紹介する内容はこの2つの課題を解決できます。では続きを見ていきましょう。こちらはクリックバンクです。こちらのホームページが今世界最大のアフィリエイトのページです。1998年から運営し始めてもうすでに20年以上経ちました。ログインしてから中にアフィリエイトマーケティングのところがあります。それをクリックします。入ってから真ん中に初心者向けの解説があります。左側は様々なジャンルの商品があります。適当に一つクリックしてみます。この宣伝する上の数字はこの商品を売れたらこのくらいの報酬をもらえます。でもこれを見るだけで何がいいか全然わかんないですよね。普段僕がこれらの商品を見るときにもう一つのホームページのデータを参考しています。このページはクリックバンクの中に最も売れている商品を表示されています。もし売れたらこの右に表示されている金額をもらえます。これでクリックバンクの中で何を選ぶか迷うことがなくなると思います。そして自分が気に入りの商品を説明欄に載せるだけです。めちゃくちゃ簡単ではないでしょうか。実際にアフィリエイトでお金稼ぐ方法は思ったより簡単ではないでしょうか。最初のうちに月5万ぐらい稼げれば十分だと思います。大きな収益を得るためにそれなりの努力必要だと思います。何より行動するのが一番大事ですよね。何も行動しないと何も変わらないです。ぜひ皆さんやってみてください。質問がある方はコメント欄に書いてください。 OK。 もし今度動画の内容がいいねと思ったらグッドボタンをお願いします。これからも毎週良質な情報を皆さんと共有しようと思っているので見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。はい、皆さん、こんにちは、ゆきです。今回ですね、インスタでお金稼ぎたければ、いい手のフォロワー数がないとやっぱりできないですよね。すべてのコンテンツにおいて、フォロワー数が命と言っても過言ではないと思います。いかに最短でフォロワー数を増やすのが課題ですよね。今回の動画ではいち早くその目標をクリアできる方法を紹介していきたいと思います。しかもこの方法をうまくマスターできればこの方法だけでお金稼げます。月間10万から30万稼ぐのが難しくないです。